ちは、ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座。今日はですね、マイナーのですね、マイナーセブンスかな。マイナーセブンスの、ターンオンカッティングと、このコードカッティングを組み合わせたですね、フレーズ、ちょっとリックスでご紹介しようと思うんですけども、こういう感じです。これですね、どういうやってくる、今ね Bm7th でやってるんですけども、まずですね、4弦の7フレット、ペントトニックですね。7フレットから9フレット、行って、3弦の7フレットで、また4弦の、7フレット9フレット、これをですね、このブラッシングを混ぜて、この音だけこうやってるんですね。これはですね、他の弦をこういう感じでミュートしてあって、この音だけちゃんとなる。で、5弦は人差し指をさっとで、6弦はですね弾かないか、もしくはですね6弦親指でですねこうやって押さえておくと、仮になってもですね変じゃないですので、この状態で5弦で、からここはハマリングですね。で、ここですね押さえたままでここ鳴らしてしまうと、この音が鳴っちゃうんですよね。なのでここはあえて離してこうやって、離して人差し指で、そうするとこの音ミュートできるんですね。この4弦で、ここだけで、あとミュート、こういう感じ、チャーはですね、下の2本をですね強調したい、この音よりもこの音、なんでかというとこの音鳴ってるんで直前に、できるだけこの2本だけ鳴らして、こんな感じで、やっていただくとですね、ファンキーで、ちょっとノリが出てくる。これ早くやるとまだこれもかっこいいですよね。やってみましょうか。こんな感じですね、これでいろんなスピードでやっていただくと、いいかなと思います。これ跳ねた感じですね。こんな感じですね、でやっていただくとですね、結構いろんな場面で使えます。これで今ターンオンカッティングから入りますけど、先にこういうのでもいいですし、あとシックのですね、おしゃれフリーク、曲なんかは Am でこれやってますよね。こんな感じですよね。弾けてないですね。全然紹介になってないですけど、こんな感じですか、みたいな感じでですね、これの応用なんですけども、ちょっと試してみてください。ではですね、今日は、この、Em このフレーズですね、ご紹介しました。それではまたお会いしましょう。バイ。